2019年4月スペイン議会総選挙は2019年4月28日に実施されたスペイン議会総選挙である。会員の全350議席、上院の266議席中208議席が改選された。少数与党であるサンチェス内閣は政権運営が困難であり2019年予算案が会員で否決されたため前倒しでの総選挙の実施を サンチェス首相が表明した。2016年6月26日から現在までの各世論調査の平均値の推移をグラフで表示国民党スペイン社会労働党、ウニドスポデモスシューダダノスカタルーニャ共和主義左翼、カタルーニャヨーロッパ民主主義党バスク民族主義党、動物虐待に反対する、動物愛護者党エウスカルエリアビルドカナリアス、 同盟ボックスコンプロミス準通パルカタルーニャ会員では、サンチェス首相率いる、社会労働党が第一党の座を確保するも123議席とか半数には届かない結果となった。選挙前、第一党であった、国民党は議席を半減させ、66議席とかこ最低の議席数に落ち込むことになった。シウダダノスは躍進し57議席を獲得し、躍進した。 なお本選挙でボックスが議席を獲得し、フランコ政権以降の民主化後では初めて極右とされる政党が国政に議席を持つこととなった。ありがとうございます。